ても聞く耳持たない、不勉強アウトサイダー、廊下全力ダッシュそこの君止まりなさい、だから止まりなさい、あーうるさいなんだよ、急いでんだよ、わざわざ暇なんですか、誰もいないしこれぐらいいいだろう、君に構う暇はないからじゃあね、ねえねえちょっと聞いてんの、風紀を乱すなって言ってんの、あーはいはいもうわかりました、まー聞く気はないけどね、いやほんとお前なんかめっちゃ嫌いだ、怒っちゃってんのあーらざまみろ、いや絶対に俺の方が上って言って競ってまたギラギラ、一体何のためになるのやら、ド勤勉真面目ヤクザ、少しルール破ったぐらいでキレすぎだろう、ほんとしつこいわ、あーほらまたやってるまた破ってる、学習してないようでシャツも出てるわ、ネクタイ緩いわで、親の顔が見てみたいもんですな、あーそうですかい、今度したら絶対許しません、いやほんとお前なんかめっちゃ嫌いだ、怒っちゃいるが笑顔は隠せない、いや絶対に仲良くとかしないって言って睨んでまたゲラゲラ、ヘイヘイ坊ちゃん掴めてごらんなさい、だから廊下走るなって何回言えば、まあどうした言うとぜ負けを認めますか、どうやら全く反省してないようです、ねえねえちょっと聞いてんの、頭に血でも登っちゃってんの、あーはいはいもうわかりました、もうブチギレちゃうからね、網だけ全部巻き込んでドタバタ、破壊点と飛行でめちゃくちゃ、もう一切のものは水に一つの敵と戦うのだ、いやマジでお前なんかめっちゃ嫌いだ、この先もずっとずっと嫌いだ、ねえ繊細食らって仲直りって言った5秒後にはメラン